第15章兄弟。冬の陣で雪村は真田丸を根城に八面六臂の活躍を見せた。だが茶々は早々に豊臣不利の和睦を結んでしまう。次こそはと軍備を整える徳川軍の前に、豊臣の面々は勝ち目のない戦いを予感していた。そんな状況にあっても雪村は諦めていなかった。徳川との決戦は避けられない、ならば最善を尽くし勝利を勝ち取るのみ。戦い抜く覚悟を決める雪村に茶々はある命を下す。踏んだのが間違いだったんだよ。勝てるところだったのに。あんた、それはもうやめなよ。カイ殿、チャチャ様のご様子はいかがですか？見てられません。誰もそばに寄せつけなくって。チャチャ様、どうします？いっそあのお姫様抱えて逃げちゃえば。そのようなこと、チャチャ様は望まれまい。ですよね。まずは情勢の把握と、できる限りの軍備に努めるしかないだろう。みんな、よろしく頼む。はい。やはり徳川がこのままで済ませるとは思えません。決戦は避けられないものでしょう。大阪城の状態は危ういですが、野戦にて。雪村、あなたには使者を命じます。は、使者でございますか？今日に徳川との仲立ちを務めてくれる者がいます。その者と打ち合い、良いように計らいなさい。お言葉ですが、茶茶様、今さらそのような。これは主命です。いいですね。直ちに立ちなさい。はは。チャチャ様より使者を命じられた。これより京へ向かう。徳川との交渉って今さら何の話だよ。降伏するとかじゃないよね？分からぬが、主命は主命だ。行ってまいる。はい、早速準備を。いや、こたびは私一人で行こう。え、危ないですよ。雪村様に万一のことがあったら。なるべく人目につかぬのが良いと思う。それより大阪を手薄にすることの方が気がかりだ。留守を頼む。そう言われちゃったらしょうがないけど、無茶しないでくださいよ。承知している。では。はい、雪村様、どうかお気をつけて。使者の方がこちらでお待ちだと聞いていたが。久しいな、雪村。兄上。ご無沙汰しております。こうしてもう一度兄上にお会いできるとは思いませんでした。ああ、覚悟は変わらぬようだな。はい。ならばこれを渡しておこう。無用に願います。
そうか。父上と私がため、兄上は一人過酷な道をお選びくださった。申し訳ございません。真田の覚悟、これにあり。はい。息災でな。兄上も。チャチャ様、真田幸村、ただいま戻りました。兄との対面の場をご用意いただきありがとうございます。妨害の喜びでございました。これで心置きなく戦える、そう言いたいのですか。チャチャ様、私はそんなことのためにあなたを行かせたのではありません。承知しております。チャチャ様はそのまま私に兄を頼って落ち延びさせようとお考えだった。分かっていてなぜ戻ってくるのです。私は無論チャチャ様をお守りし戦うためです。バカなこと、うつけですかあなたは。はい、面目ありません。されどチャチャ様が諦めておられないように、私もまた勝利を求めて戦い続けるのみです。諦めていない、私が。はい、チャチャ様が本当に諦めておられたら、城を捨てて逃げるなり家康殿に降伏するなりできたはずです。しかしあなたはそうはなさらなかった。最後まで諦めず戦い続ける覚悟が終わりだからです。長政殿やお市殿がそうなさったように、あなたは生きることを諦めない、そうした強さを求めておられたはずです。そうでしょう、チャチャ様。無論です。家康殿がいかに大義を掲げようと、私は私の大切なものを守るために抗います。はい、そのために力を貸してください、幸村。はい、必ず。ありがとう、幸村。弟幸村を本意させることはできませんでした。力不足、誠に申し訳ございません。さようか。よく言う、初めから寝返らせるつもりなどなかったくせに。いでたな。幸村は死に場所を求めておるのか。いいえ、そうではありません。弟にはただ譲れぬものがあるだけです。家康様の大義も太平への思いも全て理解してなお、捨てぬもののため幸村は戦うでしょう。そうか、ならばそれを踏みしだく痛みも私が負わねばなりませんな。秀忠。太平を守りゆく務め、お主らに何としても果たしてもらいたい。はっ。第十六章、夏草。慶長20年夏、家康は15万もの大軍を率いて大阪城を包囲する。対する豊臣の兵はわずか5万。まさに玉砕覚悟の
絶望的な状況であった。それでもその男は諦めない。闘志に燃える僧帽には一片の悲嘆もなかった。狙うは徳川家康の首ただ一つ。戦国最後の戦いがついに幕を開ける。いよいよ徳川の軍が迫っております。その数およそ15万。15万。城の状態を考えるに籠城策はもはや取り得ません。野戦による一大決戦にて家康公を討ち取る。我が軍の勝機はその一点のみ。承知しました。勝てる見込みはあるのでしょうか。勝ちます。そうですね、雪村。はい、必ず。これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。そうか。さて、そんじゃ行きますかね。雪村様。そなたたちもよくぞここまでついてきてくれた。礼を申す。雪村様。何改まってんの。別れの言葉みたいなのいらないよ。思えばそなたたちとも長い付き合いとなった。そうですよね。雪村様はもう小さい頃から無茶で。それを言うな。一度は本気でやり合ったりもしたしね。あんたそれ自分で言う。やはり言わせてくれ。いろいろなことがあったが、私のもとにいてくれたこと感謝している。雪村様。だから今さらだって。家族ってそういうもんでしょ。うん。ああそうだ。さあ行こうぜ。霧のために足並みが揃わなかったとはいえ、こうまで戦況が悪いと。
放っておけば味方は総崩れだ。急ぎ前進するぞ。この霧に乗じて雪村様はやらせねえ。うちらが家族ならあんたは私の弟か。うん、微妙。こっちから願い下げだよ。姉貴ってんなら雪村様の姉御みたいな。仕事しろよ。豊臣に後藤又兵衛あり。俺がおる限り大阪城は落ちるぞ。後藤又兵衛は雪村と並ぶ大阪の要よ。その奴を討てば伊達の武名も上がろう。伊達全軍進撃せよ。狙いは又兵衛が首じゃ。敵は豪将後藤又兵衛です。そうやすやすとは。運命に落ち着いては奴の思うつもじゃ。ならばわしが出る。うっせえよ。液晶打ち取ったよ。そろそろ寝てろ。はい、一丁上がりたと。マクローブスでは戦に遅れる大失態。汚名を注がねば死にきれぬ。敵に囲まれては身動きが取れない。このままでは自利品だ。あと一人だな。一斉に敵の声を上げよう。大軍が押し寄せたと思わせるのだ。君に紛れて大軍を出してきたか。撃て、撃つのじゃ。な、何をするのじゃ。味方を撃つ奴がおるか。なんと見事な敗北。かたじけない雪村殿。しかしまだ小松山には又兵衛殿が。やったな。やてのコアッパが来よったか。土産にその首置いていけ。バカめ。貴様のような戦国侍は時代遅れよ。鉄砲隊撃ち方始め。雪村、後のことは任せたぞ。敗北条件変更。また兵衛殿、我らの到着が遅れたばかり。勝つならばここはお引きください。は私が務めます。雪村殿、まさか死ぬ覚悟で。命を捨てるつもりなどありません。私はチャチャ様をお守りせねばなりませんから。毛利勝長と明石照澄は雪村に次ぐ大阪城守りの要じゃ。何としても逃がしてはならん。必ずここで討ち取るのじゃ。十分時間は稼げたか。すすきだ早殿将の死に様を見ようや。せよ。最後、そろそろ寝てろ。追撃の指揮を取るのは正宗殿か。これはやはり捨ておけぬ。叩きは取ってやるよ。
は引かせてもらうわ。なんと見事な。申し上げます、木村重成殿、大阪城北東にて討ち死に。重成殿までもなんてことだ。敵の逃げ足が落ちたぞ、今のうちに追いつけ。ここはいいよ、早く逃げ。面目なし、引かせていただく。重成殿の無念を思うなら賭けよ。この場を生き抜き、次の戦に備えるのだ。そうだな、雪村殿、一人でも多く大阪城に戻ることが肝要。敵はまるで崩れない、これじゃ追いつけないぞ。別に、俺は仕事をしただけだよ。敵将、討ち取ったり。関東勢100万と総来、男は一人もなき道路。おとなしく聞いておればよいもの。この度もまた大軍をものともせず、敵陣を目指すか。バカめ！真田の覚悟！俺により！霧村が書く。一生、きっと動く。この先は進ませぬ。でも！勝利を我が手に！やっぱり仕掛けてきたな、師匠。一人の武勇や詐欺ではどうにもならん。なぜわからんのじゃ、雪村。やっとでも素晴らしいお働きですな。ここはいいよ、早く逃げな。かたじけない、武運をお祈りいたす。やはりサスケは頼りになるな。ここで果てるわけには。これぞ真田の戦ぶりよ。サスケ、悔いのない勝負をする。そして必ず私の元へ戻るのだ。身を全うするよ、師匠。そして帰る、家族のもとへ。やっちゃうよ、うっせえよ。そろそろ寝てろ。着いたな、これじゃ入らない。しょ、カイドン。半蔵殿はやはり油断ならぬ。サスケ、無理をするな。急ぎ退却を。まだまだ拙者は退却いたす。
このぐらいどうってことないよ。育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言っていぐさ。そりゃ恩をあだで返してるけど。せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにって。らしくないね、師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ。だから引くよ。来い。強えな。お前も強くなった。